団長さん、この肘のあたりがいいですね。肩から肘にかけてのこの形が。この辺もいいです。少し硬いところとか。作品作りのためなのです。私、副業で彫刻家もやっていると言ったじゃないですか。団長さんはとても形が美しいもので、作品作りの参考になるかと思い触らせていただいているというわけなのです。この美しい体、そのまま彫刻にしてしまいたいくらいです。団長さんはここで何をしているのですか？もしかしてこの花を見ていたのですか？団長さん、その気持ち本当にわかります。私も訓練場に咲くこの花たちを昨日見つけまして。団長さん、私この風景を作品にしたのです。彫刻を作ろうと昨日思い立って今日完成させました。しかも今ちょうどその作品を運んでいるところだったのです。それはこの袋の中に入っているのです。団長さん、せっかくなので見ていってください。題して訓練場に咲く花たちです。いえ、花は咲いている時が美しいのです。咲いているからこそ美しいのです。いえいえ、団長さん、花は咲いている時が一番美しいのです。他の状態の時は美しくありません。私は美しくないものは作りません。美しいものを永遠に残したいと強く思うのです。だから私は永遠に残る美というものを日々探求しているのです。これは研究のためでして、団長さんが思っているような不純な動機ではないのです。私は別にそんな。あ、団長さん、団長さん、ちょっと動かないでください。頭に綿毛がついています。取れました。きっと訓練場の花のところでついたのでしょう。あの花の綿毛ですね。団長さん、何をするのですか？その綿毛、私にもついていたんですね。それにしても団長さんが急に頭に手を伸ばしてきたので、何か少し期待してしまいました。そのまま頭を撫でてくるのではと。いえ、
何でもありません。お互いの髪にくっついていたなんてお揃いですね。嬉しいです。この綿毛、せっかくなのでこの部屋で育ててみませんか。団長さんと私で運んできたこの二つの綿毛を。その植木鉢、空いているのですか。それはとても嬉しいです。団長さんと私がここまで運んだ種、さぞかし綺麗な二つの花を咲かせることでしょう。ではこのじょうろ借りますね。これくらいでいいですかね。あまり上げすぎてもダメですかね。なるべく自然と同じ状態にした方がいいですよね。楽しみですね。同じように育ち、お揃いの綺麗な花を咲かせるのでしょうね。あ、もうこんな時間なんですね。彫刻を運んでいる途中だったのを忘れていました。明日またここに来ますね。出ましたか？ああ、まだなんですね。でも、そうですよね。普通はもっと時間がかかるものですよね。お揃いの美しい花。私の作品の大きなテーマは不死なのです。永遠に美しいものを作ることによって不死を表現したいのです。数年前に仲が良かった友人同士が結婚するということで、その結婚祝いとして私が彫刻を作っていたことがあったのです。しかし理不尽にもその彫刻を渡す予定であった結婚式の前日に、その友人夫婦は海中に殺されてしまいました。その友人夫婦も結婚まで楽な道のりではありませんでした。これからやっと人生が楽しくなるという時に、海中にそのようなひどい仕打ちを受けたわけです。痛恨の極みだったことでしょう。その時私はあっけなく消えてしまうことになった友人たちへのせめてもの手向けとして、何か永遠が感じられるものを彼らに捧げたいと思ったのです。私はもともと彫刻家として美しいものを追い求めていました。そんな私にできることは、永遠に変わらぬ美しいものを友人の墓前に捧げることくらいでした。それが救いになるかはわかりません。しかし、私にできるのはそれくらいでした。それから、私の作品のテーマは、永遠に変わらぬ美しいもの、不死となっていったのです。
団長さん、どうかしたんですか？急にバタバタと。団長さんがいいというのであるならば、私はずっとこの花を見ていたいのですが、花というか今はまだ綿毛ですが。そう思っていたのですが、この団長さんとの思い出が詰まった二つの芽が出た時、とってもとっても嬉しかったのです。心が晴れやかになって、それと同時にこんなに美しいものがあるのかという気分にもなりました。もしかしたら芽が出ないんじゃないかとも思っていたので、この感動を絶やしたくないという気持ちで、気がついたら手が動き掘り始めていました。この二つの芽は私と団長さんです。それをその永遠のものにしたかったと言いますか。団長さん、私とずっと一緒にいてほしいです。私と団長さんそれぞれにくっついていた綿毛が同時に芽を出しました。団長さんとのその何か始まるような、そんな気がしたのです。私と永遠に一緒にいてくれますか？これも作品を作るための研究で、触っているだけです。